高市の国文学館は、富山県富山市船橋南町にある、富山県立の博物館。2012年7月6日に開館した。日本博物館協会、富山県博物館協会会員。松川沿いにある旧富山県知事公館の建物や、緑豊かな庭園を活用しており、研修施設とレストランが設置されたほか、隣接地に展示部門を配置している。 2008年6月に、ふるさと文学魅力推進検討委員会が設置され、2011年7月に建設工事が着工した。1978年に建設され、使用されなくなった知事交換を改修するとともに、隣接して建物を増築し2012年7月6日に、竣工した。増築部建物の外観には、 富山県の主要産業であるアルミのパネル約1000枚を使用しているが15種類の木々の葉の模様があしらわれており1枚として同じパネルはない。初代館長には富山県出身の辺美順が就任する予定であったが同年9月に死去したことから翌月中西進の就任予定が発表され会館に合わせ就任した。収蔵品は富山県出身または ゆかりのある作家、富山県が舞台となった作品と、それら作家の愛用品、美術品など、約4万点を有しており、館内は、ふるさと文学の蔵といわれる常設展示室、企画展示室を、ふるさと文学の回廊で結び、蔵や回廊には、越中の国史で、万葉歌人の大友やかもち、富山県出身またゆかりの作家、堀田義恵、源氏慶太、辺味淳、宮本明、 新田二郎などのほか、藤子、F、藤尾、藤子藤尾 A といった漫画家などの経歴や作品の紹介、また、執筆原稿や執筆道具などが展示されている。一番大きな展示室、ふるさと文学の暗い市には、長さ13.7メートル、高さ5メートルの対書家があり、富山県ゆかりの書籍、漫画などが展示されている。ライブラリーコーナーでは一部書籍、 漫画等が閲覧できる。2013年には第45回中部建築賞を受賞し、2016年には日本建設業連合会の第57回 b c s 賞を受賞している。2017年5月には常設展示室をリニューアルし、特別コレクション室の新設や大型タッチパネルのデジタルサイネージの設置などを行った。レストランは開館当初より、 落合勤とが、オーナーシェフを務める、ラベットラダ落合直営店が出店していたが、落合勤とが多忙で、富山店に顔を出すことが難しく、料理の品質保持が難しいため、2018年3月末で撤退し、2018年5月16日より、ブラスリーサロンでテシェヨシが出店した。富山地方鉄道富山機動線、コミュニティバスマイドアや、 市内周遊ぐるっとバス北西回りルート講師の国分学館バス提携者すぐ、ありがとうございます。